皆さんこんにちは、マサです。今回はガンプラ紹介をしたいと思います。一応パッケージとか今はこのパッケージのガンタンクが映っておりますが、今回はそのガンタンクを改造して作ったこの回っております。まあ以前どっかでツイッターで紹介したかな、忘れたんですけど、僕は何やったかな、 MS イグルでしたっけね。あれに出てくる、あれがあのシリーズが好きなんですけども、そこに出てくる強襲型ガンタングでしたっけね。それが好きだったんですよね。だからそれをまあキットはあったんだ、あったと思うんですけども、まあなかなか手に入らへんっていうのもあるし、まあお高いというのもあったので、この安いガンタンクというか、まあ普通に手に入るガンタンクを買って改造しました。まず前ですね、まあ本体のまあガンタンクはまあよく見たらわかると思うんですけども、まあそれにまず、まあ手はまあ普通通り動くんですけども、まあこれは普通通りですね。あとはまあ頭はまあ砲台はまあ1個取って、まあ実際はこんな感じじゃないと思うんですけども、そんな風に寄せていった、作りました。そしてこっち側は、こっち側も一応まあこんな感じかなと思いながら、いろいろ本とか資料を見ながら作ったんですけども、まあこんな風な感じだったかなと感じでね。こっちは左右側の側面ですけども、後ろもまあこんな感じだったかなと感じで、自分なりで、想像や資料などを見ながら作ってみました。まあ戦ってるところがね、僕の好きなあの砂漠のような戦場、砂ぼこりの戦場なので、今回はっていうか、まあ今回いつもなんですけども、まあいつも以上に汚しまくりました。はい、まあ一応この四角のやつですね。いろんな、まあ自己も初め作ってたら、まあそんなに成功にはできないなと思ったから、これまあ自分なりの強襲型を作ろうと思って、そしてなんかいろんなもん、これなんかいいやつがないかなと思ったら、ちょうどタミヤの軍隊のあの土のうシリーズありますよね、あるんですよね。それが家に結構あったので、それをその何ていうのかな、この周りにつけてみました。まあ一応前の子いつもはね、本当はね、教習がテレビっていうかアニメの中ではこの完全にもぺったんこになって、ブワーッとすごいスピードで強襲していくんですけどね。だから強襲型って言うと思うんですけども、その時この前のやつがねバッタンと倒れるんですけども、これもまあ自分なりにこうできるように、あ取れた、あやばい取れました、やばこれは後でまた修理したいと思いますけども、あこれはただ折れただけかな、折れただけはあかんな、折れたらやばいな。まあ何しかこれはこういう風にこう伸びるっていうことが一応できるっていう風になってるんですよね。本当はこれも一緒に前に倒れたいっていう風なギミックにしたかったんですけども、そこまではできませんでした。一応こうやってこう直せますよって言います。まあ、これ多分外れただけと思うんですけどね、あんまり折れるほどそんな遊んでないと思うんですけど、ずっと飾ってたから、やっぱりずっとね飾ってたらね劣化してくるんでしょうかね。まあこんなんはすぐに真鍮線とかで多分直せると思うので、これですね、こうやってね、前にこうして倒れるんですよね。これと今は取れますけどね。
こういうアクシデントもあるのが僕の動画なんです。動画なんですね。一発撮りでやってますから、そこは皆さんご了承ください。これは折れたかな。やっちまったな。これまた直したいと思いますけども。これはただ単にここが、動くというギミックっていうか、それがあるぐらいですかね。一応他にここは完全に硬い、あれで、パテで、埋めて、あと一応ここにも一応砲台みたいなのついてたと思うので、ここにもつけてみました。一応って資料があるような、ここにも一応コードとかもあるんですけどね。本とか見ながら作ったんですけども、成功に言ったらこんな感じじゃないと思うんですけども、自分なりに、納得してできた、強襲型ガンタンクです。これもイグルーコーナーの、このちょっと上の方にあるんですかね。イグルーコーナーに、飾っております。これはまた後で修理したいと思います。はい。ということで、今回は、ガンタンクを改造して、MS イグルーに出てくる、あのかっこいい強襲型ガンタンクを作ったよという動画でした。これは、後から直したいと思いますけども、結構、この砂ぼこり汚れっていうのが結構好きなので、気に入ってます。これを腕までも取れたらちょっとやばいな。大丈夫と思いますけどね。あとは、説明するとかあるかな。別にないかな。あとは、こういう絵、説明書というか、ディティールみたいなのは、英語のある英字新聞みたいなやつとかを使って貼ってまーす。あとは、そうですね、こんなもんですかね。紹介できるような感じなのは、取れた。ということで、今回はいろいろハプニングありましたが、この強襲型ガンタンクを紹介させていただきました。それでは、今回は強襲型ガンタンク3倍倍でお別れしたいと思います。それでは、ありがとうございました。マサでした。はい、また、次の動画でお会いしましょう。それでは、強襲型ガンタンク3倍倍でお別れしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。マサでした。またねー。